皆さんこんにちは、ピレイディスタオザワです。今回は昨日10月の6日に発表されましたラリーガの9月の、月間賞でなんと我らが久保建英、レアルソシエダ所属、9月の月間 MVP に日本人選手として初めて輝きました。おめでとうございます。ブラボー、バモサケー。まあ本当に開幕から凄まじい活躍を維持しておりますので何ら驚きはないんですけれども、まあなんといっても9月にノミネートされた他の4選手の顔ぶれを見ると、まあバルセロナのレバンドフスキ、レアルマドリードのベリンガム、そしてアトレティッククルブのイニャキ・ウィリアムス、ジローナの新星サビーニョとね、素晴らしい選手顔ぶれが並んでおりますので、まあその中で久保が、受賞したというところに、また価値があるんじゃないかなと思いますし、まあ本当に9月は CL も開幕しましたが、ラリーガもミッドウィーク開催などがありましたので、過密日程で9月の選考対象となる試合が4節から8節までありましたけれども、久保建英その5試合の中では4試合出場、7節のバレンシア戦ミッドウィークの試合はお休みしましたので、その中で4試合4ゴール1アシストということで、まあレアルマドリー戦サンティアゴベルナベウでの、1アシストの後の幻のゴラッソをね、未だに記憶しておりますけれども、まあただ、出場すれば、必ず結果を出す男というような、出す選手にもね、進化しておりますので、もはやラリアルの顔のみならずラリーガ全体としても、もう右サイドでいうと今シーズンの序盤から見ていると、久保以外に久保以上のね活躍、そして存在感を披露している選手はいないんじゃないかなと思いますし、まあ本当に文句なしの月間 MVP 受賞ではないかなというふうに思います。まあこちらのラリーガの月間のね各賞ですけれども、 MVP があったり、今年は U23 のね若手選手の月間 MVP があったり、最優秀監督、そして最優秀ゴールや最優秀プレーということで、まあいろんな賞がありますけれども、正直スペインの中ではそれほど、まあスペインのメディアではそれほど大きく報じられないということで、まあ今朝の早速電子版でマルカ明日をね確認しましたが、昨日の久保のね、受賞を伝えるような、記事はありませんでしたということで、まあそれぐらいの扱いになってしまっているというところと、まあ特にマルカがそうですけれども、まあ前節終了時点で、まあその節の MVP やベスト11を、独自自分たちのメディアで、もう選考しておりますので、まあそういったね、ラリーガ選考の賞は、まあ月間の賞はあまり重きを置いていないと、ニュースバリューがないと判断しているのだと思いますけれども、まあただ、8月は、ベリンガムが受賞した、月間 MVP ですし、まあそれに続いて、まあしかも9月もベリンガムがノミネートされながらベリンガムを差し置いて久保が受賞したというところに、非常に価値があるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ本当に開幕から好調という話はしてますが、もう完全に、格はラリーガの中でも最上級の選手となりましたし、風格漂う、そして自信もね、存在感も、持ってプレーできている久保ですので、まあ好調というよりももう、まあそういった波のない、まあ試合に出れば毎試合圧巻のパフォーマンスをして違いを生み出すプレーをしてくれるのは間違いないと思いますから、まあ出ればもう活躍間違いなしと、アシストするのかゴールするのか、まあアシストゴールがつかなくても、フィニッシュに絡むようなプレーを間違いなくしてくれるということで、もうそれだけの選手にラリーがラリアルの中ではなりきっておりますし、まあこうなると、怖いのは怪我だけかなと、10月の代表戦でも日本にね、戻ってきて親善試合を戦うことになりますし、まあなかなか休みがないというところと、今野る監督もレアルソシエダのね現状の過密日程、そして何より CL 戦ってますので、なかなか久保を休ませるタイミングが難しいというところがあるかと思いますので、まあ個人的には10月の代表戦なんかはターンオーバーで、まあ三笘もそうなんでしょうけども休ませて欲しかったなと個人的にはね勝手ながら思っておりますけれども、まあ今週末の第9節もアトレチコでマドリーとアウェーで対戦をしますし、まあミッドウィークに CL を戦ったとはいえ、久保先発なのは間違いないと思いますから、まあシメオネ監督がね久保対策でどのようにやってくるのかと、そう考えるとウィングバックサムリノではなくて、それからロロリケルメではなくてハビガランなんかの、起用も考えられるかなと個人的には思っています。その、アトレティコデマドリー戦ですけれども、明日の8日日曜日現地16時15分日本時間で夜の11時15分キックオフですので、まあ比較的見やすい時間ですので、私も今節は UNEXT で、こちらのアトレチコでマドリードラレアルの、第9節も担当しますので、できれば UNEXT でご覧ください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で、久保がねまた大活躍した後の、レビュー動画でお会いできればというふうに思っております。それではまた、アスタラプロクシマ。